今日はこういう産業のエネループスティックブースターというものを紹介したいと思います。これエネループですね。この付属しているエネループ2本の電池をこのスティック型のペンライト型のフォルダの中に入れることによって、ここですね。こっちですね。この USB の口に電源を供給するためのアダプターです。これがあればUSB に対応した機器であれば、ほとんどの充電が可能だと思います。例えば、これ iPhone ですね。iPhone とか、あと、こういうUSB と携帯電話を取り付けるこういうコネクターですね。これ au 用なんですけど、こういうものがあれば可能ですね。iPhone だったらこういうApple 純正のコネクターを使います。まずこのキットなんですけど、付属してるものは本体ですね。これが本体です。あとは USB のケーブルですね。USB とミニ USB。まあ通常の機器でしたら使えると思います。USB のミニをマイクロ USB の B に変換するためのアダプターですね。最近の携帯電話、スマートフォンですと、これを使わないと充電できない場合があります。ただ正直、これとこれは、なんかオプション扱いにして本体の値段を下げてくれてもいいと思いますね。それとエネループの単三が2本です。これもどちらかというともうエネループ使ってる人持ってると思いますので、これも別売りにしてもいいんじゃないかなと思いますね。で、これから入れてみたいと思います。まず、これ構造なんですけど、こうひねります。ひねると取れます。そういう電池を入れます。これなんですけど、なんかちょっと接度感が、なんかいまいちですので、なんかロックされた感じがしないんですけど、これロックされてます。カチッと今まで回してください。次に電源スイッチですけど、このシンプルな電源スイッチですね。これがついてます。スライドさせるだけです。これから iPhone を充電してみたいと思います。まずここに USB コネクタを挿します。ドックコネクタですね。ドックコネクタを iPhone に接続します。それスイッチを入れてみたいと思います。スイッチを入れたら iPhone が充電状態になりました。次に携帯電話ですね。携帯電話も同様に USB を挿します。これ携帯電話の充電ジャックですね。これを携帯電話の充電部分に挿します。状態ですね。これスイッチを入れます。そうすると充電開始されました。非常にシンプルですね。今までなんか電池式のこういうモバイル電源はあったんですけど、なんか充電機能が内蔵されてたりとか、なんか電源を出すのにはなんかボタンを長押ししないといったなんか難しさがあったんですけど、これは電池を入れてボタンをスライドさせるだけです。機械的なスイッチをスライドさせるだけで給電できますので、まあ使いやすいんじゃないかと思います。あとはエネループで充電した単三電池をいっぱい持ってれば、iPhone で長時間の録画をしたい場合に、この補助電源として使えると思いますので、非常に便利だと思います。これはおすすめですね。iPhone とか、あと携帯電話を、酷使する人とか、あと、iPhone 以外のスマートフォンですね。最近 IS03 とか出ましたけど、そのような機器を使い倒す人、その人は必須だと思います。この、エネループスティックブースター、KBC-D1 と、あと、単三のエネループの電池、それをたくさん持ち歩いて、歩けば、長時間の電源のないところで活動ができると思います。自閉でした。